アメリカバージニア州フォールズチャーチにあるペイデイローンの看板ペイデイローンとはアメリカの消費者金融が給料を担保に提供する短期の小口ローンサービス数百の非常に高い利息での貸し付けとなるペイデイローンともペイデイローンは次回もらう給料を担保に貸し付けを行う通常利息制限は州法等により10%台となっている ペイデーローンでは、貸付時に貸付金額に加えて商品券を付け、返済時には商品券の額を含めた金額を返済させることによって利息制限を回避する手法をとっている。貸付額は小口で200から300ドルくらいという。サブプライム問題によって生活が苦しくなった個人が日々の生活費のための資金繰りとしてペイデーローンに手を出すケースが増えている。 州によっては違法金利になっている例もある。例100ドルを貸し付ける場合利用者が業者に100ドルの貸し付けを申し込む業者は100ドルの現金の他に使用できない商品券を30ドル分をつけて個人に貸し付ける。返済期限は2週間。利用者は2週間後までに130ドルを業者に返す。この場合の利息は年利換算で700%を超える計算となる。 ペーデイデーローンの返済期限は2週間が多い。これはアメリカの給料の支払いが一般職の場合月き2回が多いため、次の給料が2週間後には支払われるためである。不気味に迫るクレジットカード機器個人消費を支えてきたカード業界にサブプライムが波及2008年2月18日付配信日経ビジネスオンラインアメリカにおける 賃金制度の現状と振動校、竹内和夫1994年3月、東京経済大学開始第186号。ありがとうございます。